黙れ人間。余計なことは一切喋る。お前たちは何者だ。素直に吐く。この魔石器の曇りと消えたくないならな。非常食にはされたくねえんだぞ。僕たちは決して怪しいものではない。魔法使養成学校の学生だ。ナイトレイブンカレッジだと。そうだ、賢者の島にある。俺は人間が作った魔法学校なんぞ興味ねえっつってんだろうが。この俺に魔法を教えてやるだ。ガキのいたずら程度の魔法しか使えないくせに。手紙だけじゃ飽き足らず使いまでよこすとは。なんてしつこい奴らだ。てめえらに教わることなんか一つもねえよ。バカにしてんのか。ああ、俺様たちそんなこと一言も言ってねえんだぞ。あ、そ、俺たちは。大体俺は茨の国を荒らす銀のフクロウどもの相手で忙しいんだ。お遊びに付き合ってる暇はねえ。今日のところは見逃してやる。さっさとこの国から出ていけ人間ども。キシャー。獣だと。言葉を慎め魔獣。彼らの鎧に入った模様を見ろ。あの紋章は茨の谷に仕える近衛兵の記章だ。だがかなり形が古い。どういうことだ。あの魔石器、そして先ほどあの兵士の周りを飛んでいた光、おそらく彼は伝令。申し上げます、右大将殿。うるせえぞパウル。今度は何だ。パウルだと。どうしたんだぞセベク。今来たやつまさか知り合いか。いやでもまさか。なんだ貴様らは。その丸い耳、まさか鉄のものか。ただの迷子のガキだ。放っておけ。それではっ。では申し上げます、森の警備に当たっていた者から銀のフクロウの報告が。奴ら魔の山のふもとに天幕を張り辺りを荒らしているようです。ちっ、懲りない奴らだ。行くぞ、蹴散らしてやる。待ってくれ。ああ、俺たちをあなたたちに同行させてほしい。俺たちに同行させてほしい。なんだと。急に何言ってんだぞシルバー。せっかく見逃してくれたのに。何の成果も上げられないまま学園に戻るわけにいかない。俺たちがナイトレイブンカレッジの魔法師の実力を見せよう。決してあなた方の足手まといにはならない。魔法も武術も心得はある。お前たちでも分かる言葉で言ってやったつもりだが伝わらなかったか。冥府に足を突っ込む前に去れ人間ども。角太郎に睨まれた時みてえに背中がゾワゾワするんだぞ。何と言われようが帰りません。
俺たちを同行させてください。いいだろう。何をおっしゃるのです、右大将殿。素性もわからぬ怪しい人間を我が隊に同行させるなど。だからね、野放しにして面倒を起こされちゃ厄介だ。少し痛い目を見せてやれば尻尾巻いて逃げ出すだろうさ。それは確かに。よく聞けガキども、俺たちに同行するには条件がある。条件？お前たちがこの俺に髪の毛一筋ほどでも傷をつけられたら。まとめてかかってこい、人間ども。これは彼にショックを与えられるチャンスかもしれない。行くぞ。あいつなんてすばしこいんだぞ。俺様の魔法が全然当たらねえ。身のこなし、そしてあの魔石器、まさか僕たちの前にいるのは。お前も気づいたか、セメク。そうだ、おそらくこの方は。どうした、大きな口を叩いたくせにその程度か。セメク、俺が切り込む。その隙に背後に回れ。僕に指図するな。せやわあ、惜しい。なんの、まだまだ。炎よ。遅い、背中がガラ空きだ。いつの間に四角に。今だ。人間がこの俺の面を落としただと。親父殿。親父？俺は息子を持った覚えはねえぞ。しかも人間の。失礼しました。夢を見ているのか。目の前に右大将時代のリリア様が。しっかりしろ、セメク。何度も言うが、これは夢だ。右大将殿、ご無事ですか。己人間め。えい、貴様ら何をぼーっとしている。この無礼者どもを引っ捕らえろ。騒ぐな。面を落とされただけで体には傷一つついていない。しかし。おい人間ども、お前らただの学生じゃねえな。その戦い方をどこで習った。
俺とセベクは幼い頃に去る夜の眷属の妖精に修行をつけてもらっていました。夜の眷属、道理で馴染みがある動きなわけだ。腕に覚えがあるというのは嘘ではないようだな。いいだろう。約束通りお前たちの同行を許す。右大将殿。俺たち妖精に二言はねえ。そうだな、バウル。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。ナイトレイブンカレッジの使者なら俺の名はもう知っているだろうが、俺は名をリリア、アザノーバンルージュ。国から押し付けられた面倒な肩書きはあるが、お前らは俺の部下じゃねえ。俺のことは好きに呼べ。親父以外でな。リリア・バンルージュ殿は茨の国の王宮近衛兵右大将であり、この国の警護を司る重要なお方。緑ヶ原の走る城壁といえば、トツ国の人間といえど知らぬ者はおるまい。本来貴様らのような者など拝謁もかなわぬお方なのだ。神戸を食べよ。はっ。それで人間ども、お前たちの名は？シルバーです。俺様はグリム、こっちはコブンなんだぞ。セベク・ジグボルトと申します。何？ジグボルトだと？パウルと同じせいだな。そういえばどことなく顔も似ているような。は？この人間と私が似ている？ありえない。どうです、全く似ていないでしょう。どう、うん、セベクにそっくりなんだぞ。おじ、おじだと？私には老いなどいない。でたらめを言うな、人間。この者は我がジグボルト一族の象徴である鱗もない、偶然同姓なだけでしょう。でたらめではありません。僕は妖精の血を引くジグボルトの血族です。母にはあなたと同じ鱗もあります。ではなぜ貴様にはないのだ？それは僕の父が。いえ、何でもありません。忘れてください。だが、バウルは夕焼けの草原から茨の国へ移住してきたんだったよな。トツ国に桃園がいても不思議じゃねえ。これも縁だ。お前がこいつらの面倒を見てやれ。右大将殿。さあ、夜が明ける前に銀の袋どもの根城を見つけて追っ払うぞ。魔の山の麓へ向けて出発だ。グズグズするな。さあ、セブ君、あのバウルと呼ばれた戦士はやはりお前な。ああ、僕が知る姿よりかなりお若く見えるが間違いない。あの人、いや、あのお方は僕の祖父、バウル・ジグボルトだ。夢の中とはいえ、現役時代のおじい様にお目にかかれる日が来るとは。おい、何をもたもたしている人間ども。手助けは一切してやらんからな。せいぜい遅れないようついてこい。
親父殿の夢に渡れたのはいいが、すぐにマレウス様のことを尋ねられる空気ではないな。どうやら親父殿はかなり昔の夢を見ているようだ。リリア様は送別会で、ナイトレイブンカレッジから入学許可証が届いたのは500年ほど前だとおっしゃっていた。となるとまだマレウス様はお生まれになっていない時代の可能性もあるな。若様、今頃どうなさっているのだろう。主に刃を向けるなど、僕は何ということを。もしこのことをおじい様が知れば何とおっしゃるか。きっとお怒りになるに違いない。落ち込んでいる暇も迷っている暇もない。とにかく親父殿たちのそばで手がかりを探ろう。なんかとんでもないことになってきちまったな。コブン、俺様たちの後ろはぐれずついてくるんだぞ。ところで、先ほどから何度も話に出る鉄のものや銀のフクロウとは一体何者なんだろうか。すまない、きっと説明してくれているのだろうが、俺には妖精語は聞き取れなくて。銀のフクロウとは茨の国の各地で勝手に採掘行為をしているならず者集団のことだと言っている。銀のフクロウの団員は皆鉄の鎧を着ているから、我々は奴らを鉄の者と呼んでいると。奴らは突国からやってきて、断りなく我々の森を切り開き、山を崩し、資源を奪っていく。何なのだそいつらは。親父殿から聞いたことがある。かつて茨の谷を囲む雷鳴山脈では、貴重な魔法石や鉱石がたくさん取れたと。山が丸裸になり、住処を失った魔獣が里に降りてきて悪さをすることも多い。奴らのせいで妖精に数えきれない被害が出ているんだ。なに、なんと無礼だ。リリア様率いる近衛兵たちは銀のフクロウをこの国から追い出そうと奮闘しているが、何せ奴らは数が多いから苦労している。許せん。そんな奴らは即刻追い出しましょう。一人で渋い顔したり怒ったり、忙しい奴なんだぞ。っていうかよ、セベクは妖精たちが何を言ってるのか分かるのか。完璧ではないが、大体は理解できる。彼らが使っているのは古い妖精語のようだ。あれ言葉なのか。俺様ずっと鳴き声だと思ってたんだぞ。妖精は種族によって言語も発声方法もまるで違うが、声に魔力を込めることで意思疎通ができる。現代では茨の谷でも共通語で話す者が多く、妖精語を使う者は限られているが、妖精語は誇り高く伝統ある言葉だからな。僕は昔祖父や母に習って覚えたんだ。俺も親父殿に習おうとしたことがあるが、俺の耳では言語として聞き取ることすらできなかった。僕の父も同じことを言っていた。そもそも人間の耳は他の動物に比べても可聴域が狭い。僕は妖精の血を引いているからな。貴様らが聞こえない繊細な音も聞こえるというわけだ。どうだ、すごいだろう。ならなんでおめえはそんな声ができんだぞ。
大将殿、物見の草より伝達が。この先に鉄のものはありだろ。もう鉄と油の匂いがプンプンしてやがる。右大将殿が出るまでもありません。私が露払いを。それもいいが、おい人間ども。はい。早速だが、ナイトレイブンカレッジの魔法師の実力とやらを見せてもらおうか。この先に鉄のものがうろついてる。お前たちだけで捕らえてみせろ。一匹も逃がすなよ。野営地への奇襲が台無しになるからな。腰抜けどもめ。ちっ、一匹も逃がすなと言っただろうが。妖精だ、ならず者の妖精が出たぞ。ならず者はどっちだ。しゃあ。ザク。おやじ、いや、バンルージュ殿、俺たちの力を及ばず手を煩わせてしまいました。申し訳ありません。蹴散らすところまでは良かったが、爪が甘えな。右大将殿、奴らの荷車に食料や燃料が。元は俺たちのもの、返してもらおう。捕らえた鉄の者は風なき渓谷の先へ追放しろ。この先に。そうか、わかった。心配するな、すぐに追い払ってやる。お前たちは隠れている。傷が癒えていく。この光は一体。ピクシーたちの祝福だ。奴らは普段人間と見れば近寄りもしないが、よっぽど銀の袋を早く追い払ってほしいのだろう。彼らの期待に添えるよう努力します。よし、先を急ぐぞ。どうされました、右大将殿。ち、変陸の野郎は俺たちばっかり働かせて、自分は砦で高いびきか。いつも偉そうにふんぞり返りやがって、やってらんねえよな。鉄の者ども。俺たちにはまだ気づいていない。闇夜に紛れて手早く追っ払うぞ。見ろ、銀のフクロウの野営地だ。人間の匂いがする。ざっと30人ってところか。警備隊の中に夜明けの騎士の姿はなさそうだ。なら楽勝だな。楽勝？俺様たち15人もいねえんだぞ。赤者、こちらには天下無双と名高い現役時代のリリア様がいらっしゃるのだぞ。敗北などありえん。し、セレク、声を落とせ。セレク、監督生、グリム、俺の話を聞いてほしい。もう分かっていると思うが、これは学園で行われる戦闘訓練や決闘とは違う。
俺たちは今ダメージを受けてもその衝撃で眠りから覚醒することができない状態だ。夢の中とはいえ深手を負えばどうなるかわからない。監督生とグリムは絶対に俺のそばを離れるな。セブ君、お前も。貴様に心配されるまでもない。貴様こそおじけづくなよ。くれぐれも無茶をするな。くねんね、鉄の者どもめ、我が物顔で天幕など張り寄って許しがたい。いいじゃねえか、あれだけ準備万端なら今日はすぐに寝床にありつけるぜ。奴らをぶちのめしてあの野営地を丸ごといただく。物どもかかれ。くしゃー。天幕は焼くんじゃねえぞ。野宿したくないならね。敵す採掘人を狙う賊だ。警備隊総員戦闘配備。賊だと、我らは茨の国を守護する誇り高き王宮近衛兵なり。貴様らの狼藉許してはおけん。一人残らずこの森から立ち去るがいい。どいつもこいつもグズだな。鉄の鎧が重くてろくに動けねえか。体育に巨大な魔石器、まさかあれが竜の懐刀バンルージか。大将、このままでは我が隊は総崩れです。夜明けの騎士なしに奴とやり合うのは無理だ。銀の袋第35班総員撤退。撤退。腰抜けどもめ、東の砦に逃げ帰り、お前たちの主へ伝えるがいい。茨の国に我ら王宮近衛隊がいる限り、貴様らの好きにはさせんとな。なんとか森から銀の袋を追い出すことができたようだな。監督生、グリム、怪我はないか？ち、俺様の魔法を披露する前にリリアがみんなやっつけちまったんだぞ。ふん、当然だ。リリア様とおじいバウル様がいらっしゃれば、貴様のようなボンコツが出る幕などあるはずない。何よ、おめえだって見てるだけでほとんど何もしてなかったじゃねえか。僕はこの絵体の皆様の邪魔にならないよう気を伺っていただけだ。決して何もしていなかったわけではない。荷車に魔法石とミスティウムが大量に。盗っ人どもめ、今に見ていろ。必ず全員追い払ってやる。お、見ろよ、銀のフクロウのやつら食い物をたんまり持ってやがった。麦に肉にまるまる声太ったヒスイネズミや鋼トカゲもいるぜ。ちょうどいい、丸焼きにして食うか。火が通ってて腹が膨れりゃ何の肉でも構わねえだろう。バ
ンルージュ殿、調理であれば我々が。ナイトレイヴンカレッジでは料理も習いますので、どうか我らにお任せください。おお、そこまで言うなら今日の飯はお前らに任せる。俺たちの舌はお前らと違って繊細なんだ。変な混ぜ物をすりゃすぐに分かるからな。え、舌が繊細？あ？いえ、何でもありません。皆さんのお口に合うものが作れるよう努力します。他の野郎どもは魔石器の手入れをしておけ。まだ周辺に銀のフクロウの残党が潜んでいるかもしれない。警戒を怠るな。食材や調理器具の多くが見慣れたもので助かった。今日ほどマスターシェフを受けておいてよかったと思ったことはないな。ああ、無事現実に戻れたらあの授業は必修単位にすべきだと学園長に進言しても良いかもしれない。混ぜてるでかい鍋はチーズリゾットか。ああ、手に入れた物資の中に胡椒はなかった。塩と自生していたハーブで味付けができた。香草を使った鶏肉のローストと付け合わせの野菜も完成しているぞ。やったー、俺様もう腹ペコなんだぞ。いただきます。ほら、この得体の皆様が先だ。ズーズーシーにも程があるぞ、魔獣。学園なら最初に並んだやつが最初に食えるんだぞ。ここは学園ではない、わきまえろ。さあ、皆様お待たせいたしました。お食事の支度が整っております。随分と支度に時間がかかったな。なんだこのドロドロした白いやつは。それはチーズとオートミール、塩爆を使ったリゾットです。リゾット、食べてみてください。まずくはないはずです。随分と自信があるな。どれ、毒味してやろう。どうですか。オートで元老院のクソジジイどもと会食した時のお上品な飯の味がする。あの時は俺の顔よりでかい皿の上に一さじで食い終わる量しか乗ってなかったが、こんな大鍋で作るもんなのか。お肉とお野菜もどうぞ。どれどれ、この肉柔らかい。まさか生焼けか。腹を壊すだろうがバカだれ。いえ、しっかり中まで火は通っております。水目の岩を集め魔法で簡易な釜を作りまして、じっくりローストしたので大丈夫です。噛むたび肉汁が溢れてくる。港町の宿屋で出てくる肉の味がするぜ。悪くねえ。お褒めに預かり光栄です。野郎ども飯だ。たらふく食ってさっさと寝るぞ。
右大将殿、申し上げます。鉄の者どもは風なき渓谷方面に撤退した模様であります。ですが奴らの鉱石への執着は侮れない。仲間を引き連れて戻ってくる可能性も踏まえ、気を抜かず警戒するよう伝えます。ご苦労。お前も今のうちにさっさと腹ごしらえしておけ。いえ、いざという時のためまずは装備品の手入れを。お前の腹の虫はそんなことより飯だとわめいてるようだが。この隊一番の大ぐらいが痩せ我慢するな。いつも言ってんだろ、腹が減ってちゃ戦はできないってな。バウル様、どうぞこちらへ。お食事の準備ができております。貴様らが作ったのか。はい、お口に合えばよいのですが。いらん、下げろ。しかし。二度言わせるな。俺はいらんと言ったのだ、人間。は、失礼いたしました。うるせえ、飯食ってる時に横で大声出すな。お前の好きにすりゃいいが、腹が減ってぶっ倒れるような間抜けは晒すんじゃねえぞ。私は持参した携帯食がありますので、どうぞお気になさらず。夢だ。現実のバウルだが、ちゃんとお前のことを。そんなことは分かっている。貴様に言われるまでもない。おじい様は様々な教養を僕に授けてくださった。幼い僕に本を買い与え、読書の楽しみを教えてくれたのもあの方だ。銀のフクロウさえいなければ、若かりしおじい様ともっと親睦を深められたかもしれないのに。許さんぞ、あいつらめ。あ、なんだ、バウルは飯いらねえのか。ならおめえの分も俺様が食べてやるんだぞ。いただきます。この魔獣、なんというズーズーしただ。熱々トロトロのチーズと肉汁じわじわのお肉が最高なんだぞ。バウルに喧嘩を売るとはいい度胸してやがんな。魔獣ごときの腹に入るくらいなら私が食べる。よこせ。ま、いらないって言ったじゃねえか。これはもう俺様のものなんだぞ。バウル様、まだたくさんありますので。すぐに新しいものをお持ちします。バウル、お前結局3回もリゾットとやらをおかわりしてたな。そんなにうまかったか。よく考えれば食べ物に罪はありませんので。お口にあってよかったです。うん、それにしてもです。ああ、銀のフクロウの連中が随分と頻繁に風なき渓谷からこちら側へやってくるようになったな。我が物顔で茨の国の土地を荒らしおって、卑しい盗掘者どもめ。100年ほど前、雷光岬にたどり着いたのは小さな帆船一隻だが、奴らは瞬きの間に数を増やし、この国に住む妖精を上回った。今じゃ風なき渓谷から東はすっかり奴らの住処だ。人間め、こんなことなら最初に追い出しておけば。女王陛下も
当時はこれほど手を焼くことになるとは思っていなかったんだろうよ。自然や動物たちを敬いつつましく暮らすってんなら捨ておくところだが、これ以上あちこちの山や森を掘り返されちゃたまらねえ。急いでマレノア様の書状を東の砦まで届けねえとな。マレノア様、誰なんだぞそれ。貴様、マレノア様をご存じないのか。かのお方は若様の。マレノア様はこの茨の国の姫君であらせられる。小僧の言う通りだ。現女王マレフィシア様の一人娘であり、俺たちの主であり、野原城の城主でもある。野原城、竜の都にある王城、国林城ではなく茨の国の南に広がる湿地、緑ヶ原。その中央でサンゴの海や風なき渓谷の向こうからやってくる不届き者に睨みを聞かせている城塞、それが野原城だ。マレノア様は我らこの得体を指揮するこの国の守りの要でもある。我ら王宮この得体はマレノア様から銀のフクロウへの要求書を届ける使節団として今日野原城から出立したところだ。要求書というと。決まっているだろう。我らの国での銀のフクロウによる無礼な振る舞いを即刻やめよとの最後通帳だ。魔法で飛べばすぐに奴らの砦までたどり着けるんだから。飛行術を使わないことに何か理由が。俺たち以前に書状を持って東の砦へ向かった使節団が次々行方不明になっている。俺たちの仕事は書状を届けること、次に目的地までの道すがら行方不明者を捜索すること、そして妖精に無断で採掘行為をする銀の袋を見つけて駆逐することってわけだ。外交は本来貴族連中の仕事、なぜ右大将殿が押し付けられねばならないのです。妖精は人間に比べて数が少ないからな。銀のフクロウが現れてから常に労力不足だ。それに貴族連中は鉄の匂いを嗅いだだけでそっとしちまいそうな頼りにならんやつらばっかりと来た。マレノア様もその辺を考えて俺を選んだんだろうさ。それは俺たちはこれからこのアンヤの森を抜けて緑ヶ原を通り風なき渓谷へ向かう。風なき渓谷を抜けたら紅ヶ原と劉備岳で行方不明者の捜索を行いつつ、大陸の東端にある銀のフクロウの砦を目指すことになる。長旅になりそうですね。おじけづいたか。まあ、ナイトレイブンカレッジの使者ども、この俺に学校なんぞに通ってる暇があるように見えるか。骨を折って俺たちについてきても危ないばっかりでお前らに旨味は少ねえ。悪いことは言わねえからさっさとてめえらの学校に帰れ。いえ、こうしてお話を伺ったことでバンルージュ殿にナイトレイブンカレッジへご入学いただきたい気持ちがより一層強くなりました。はあ？確かに我々があなたに教えられる魔法は少ないでしょう。しかしきっとあなたにとって学園生活はかけがえのない思い出になるはずです。シルバー、だからこの任務を終えた時に改めてご招待します。俺たちの母校ナイトレイブンカレッジに。この任務が終わったところで
俺の考えは変わらねえだろうが。それでも俺たちにひっついてくるつもりか。はい。命の危険があってもか。はい。人間のことはよく知らんが、もしかしてナイトレイブンカレッジってのは人間の中でもかなり変なやつが集まってんじゃねえのか。確かにかなり個性的なものは多いです。出身地も種族も文化も多種多様だ。だからこそ毎日多くの学びがある。勝手にしろ、もう俺は知らん。ありがとうございます。将殿、何度も言いますが私は反対です。我が隊に人間を随行させるなど。飯炊きと荷物持ちくらいにはなるだろう。邪魔になったらその辺に放り出しゃいい。俺たちの責任じゃねえ。右大将殿がそうおっしゃるのであれば。俺は野原城のことが心配でたまらねえんだ。さっさと仕事を終えて戻れるなら、妖精だろうと人間だろうと使えるものは何でも使うぜ。心配？俺がマレノア様を？心配なのは姫じゃねえ。野原城自体と俺の命だよ。俺の不在中、姫の癇癪で城が全壊してた。なんてことは避けたいからな。え？茨の国を治めているドラコニア一族は夜の眷属の頂点と謳われるドラゴンの末裔だ。お前らの国のお姫様は皆で守るべき麗しのお方かもしれねえが、うちの姫は俺たちが束になってかかっても歯が立たないほど強い。その上おてんばで喧嘩っ早くて、わがままで癇癪持ちで、さらにとんでもない性悪ときた。マレノア様はまさに茨の国最強の姫ってわけだ。もたもたしてたら脳天に雷を落とされるか、口から吹く炎で丸焼きにされる。言っとくが冗談じゃねえぞ。マジでやるんだ、あのお姫様は。右大将殿、お言葉が過ぎます。そいつは失礼。これでもだいぶ真綿に包んだつもりだったんだが、大体な、こっちは物心ついて以来300年もあのお姫様に振り回されてるんだぜ。マレノア様が城の中でおとなしく白竜に乗った王子様を待っているような姫なら、俺はこれほど苦労しなくて済んだろうよ。右大将殿。ま、あと 2,3 年は野原城でおとなしくしていてくれそうなことだけが救いだな。さすがの姫も大事な卵が帰るまでは無茶しねえだろ。卵？なんだ、急に大声出しやがって。マレノア姫にはすでにお世継ぎが。卵様は今どこに？ご両親と共に野原城にいらっしゃるのですか？貴様ら
なぜお世継ぎの卵がどこにあるかなど気にする。怪しい。よもや卵を狙っているのではあるまいな。ありえません。我々はそのお世継ぎが誕生されていたことさえ知らなかったので。卵のありかなんか、この国じゃその辺を歩いてるガキだって知ってるだろ。ドラゴンの卵は親から愛情と魔力を注がれなければ帰らない。その上この国で一番安全な場所といえばマレノア様の腕の中以外ね。知ったところでどうもできやしねえよ。しかし龍眼光の件もございます。よそ者は信用なりません。用心するに越したことはない。龍眼光レバーか。あいつが無事に戻ってきてりゃ俺たちが東の砦で組んだりまでお使いに行くこともなかったんだけどな。あの夫婦は子供の頃から俺に余計な仕事ばっかり増やしやがる。それは、はあ、空が知らんできやがった。俺はそろそろ寝るぜ。火は絶やすなよ。この辺りは銀の袋だけでなく獰猛な魔獣も出るからな。お前らもさっさと寝ろ。正午には東へ向けて立つ。はっ。ゆっくりお休みください。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。おい人間ども、右大将殿はああおっしゃったが、私は貴様らを全く信用してはいないからな。妙な動きを見せたら即刻この魔石器で成敗してやる。よく覚えておけ。天幕は空いているものを探して勝手に使え。他の隊員の休息を邪魔するんじゃないぞ。聞いたか、セベク。聞いたとも。若様がすでにお生まれになっているとは。一目でいいから拝見したい。若様の玉のようなお姿を。玉のような姿っていうか卵の姿なんだぞ。おかしい。おかしい。え？先ほど親父殿は物心ついてから300年と言っていた。そして現実の親父殿は700歳。つまり親父殿は400年ほど前の夢を見ているような。しかしお世継ぎの卵はあと 2,3 年で帰ると言っていた。はっ、そうか。確かにおかしいな。現実の若様のご年齢とかなりの食い違いがあるぞ。角太郎って今いくつなんだぞ。若様は今年で178歳を迎えられる。うん、角太郎すっげえじいさんじゃねえか。失礼な。聡明なドラゴンにおいてはまだ非常にお若くていらっしゃるのだぞ。気づいたか監督生。そう、200年ほど時間が食い違っている。200年って食い違ってるってレベルじゃねえんだぞ。聡明な妖精族は往々にして時間の流れに頓着がないとはいえ、さすがにズレが大きすぎるな。お前もそう思うか。マレウス様の誕生ほど重要な出来事ともなれば親父殿の記憶違いとも考えづらい。親父殿もマレウス様もあまり俺の前では昔の話をしなかったからな。
実家の本棚や学園の図書館にはあまり茨の谷の歴史に関する書物はなかったし。セベ君、お前は何か知らないか。おじい様からはドラコニアご一族やリリア様をはじめとした英雄の武勇伝は多く伺ったが、マレノア様、マレウス様のご両親がお隠れになったことに関しては多くを語らなかった。茨の谷と君主への理解を深めるため様々な本を読んできたが、そのことに触れたものはほとんどない。それに現代では野原城のある緑ヶ原は茨の谷の領土の外だ。混乱の時代が長く続いていたというからな。一体何があったというんだ。ならよ、マレウスの卵があるっていう野原城ってとこに行ってみりゃいいじゃねえか。俺様たちが探してんのはマレウスの魔法を解く方法だろ。あいつがいる場所になんか手がかりがあるかもしれねえんだぞ。俺様冴えてる。いや、それはできない。夢とは夢の持ち主が構築した不安定な精神世界だ。夢の持ち主から離れすぎればそこは行き止まりになっているか闇がはびこっていることが多い。まあ、じゃあ結局リリアたちについていくしかねってことか。そうなるな。なんということだ。一目だけでも若様にお目にかかりたかった。東の砦に書状を届けた後、親父殿たちは野原城に帰城するだろう。はっ、ということは若様のお姿を拝見できる可能性が。ならば一刻も早く任務を終わらせねばなるまい。ああ、今は体を休めて明日に備えよう。お前に言われずとも分かっている。時にシルバー、お前今日は一度も居眠りをしなかったな。普段は会話をしていようが鍛錬していようがすぐに船を漕ぐくせに。それがどうやら俺は夢の中だと、あの抗いがたい眠気に襲われることがないらしい。はっ、夢の中の方がシャキッとしているなど笑わせる。お前の言う通りだ。現実でも常に眠気のない状態でいたいんだが。ああ、幼い頃からふとした瞬間に強い眠気に襲われることがあるんだ。俺様にもそれわかるんだぞ。トレインの授業と昼飯の後に中庭のベンチに座るとすぐ寝ちまう。多分グリムの眠気と俺の眠気は少し性質が違うと思う。俺の場合、歩いていても誰かと話している途中でも、剣の鍛錬をしている時でも、唐突に眠くなる時があるんだ。え？剣の鍛錬の途中？夜通しゲームしてて寝不足だったとか？いや、夜の睡眠は十分取っている。原因は俺にもわからない。幼い頃から親父殿は何度も俺をあちこちの魔法医術師に見せてくれたが、どこに行っても原因不明とサジを投げられてしまって。この居眠り癖が治れば親父殿の憂いも一つ消えるだろう。そういえばよ、シルバーはたまにリリアのことを親父殿って呼ぶけど、親父殿ってどういう意味なんだぞ。あだ名かなんかか。あ、すまない、
それはあだ名ではなくて。ん？じゃあ何なんだ？入学するときにリリア先輩から他の生徒の混乱を招くから内密にと言われていたが、お前たちになら明かしてもいいだろう。リリア先輩、親父殿は孤児だった俺を拾って育ててくれた。あの方は俺の父親なんだ。え？父親って父親？混乱させてすまない。学園内では気をつけてリリア先輩と呼ぶようにしていたんだが、実家にいた頃の癖でつい親父殿と呼んでしまう。人間には馴染みがないだろうが、茨の谷では年若い見た目をした者が年長なことは珍しくないからな。僕の母も妖精で父より若く見えるが、父よりも年上だ。でも確かに400年前のリリアと今のリリア、見た目は全然変わってねえよな。ああ、見た目は同じだが、俺の知っている親父殿とはかなり違う。俺は本当に何も知らなかったんだな。はっ、騒がしくして申し訳ありません。もう寝ます。貴様らが騒ぐから近衛兵の先輩に怒られてしまったではないか。僕たちは一刻も早く東の砦にたどり着き、野原城でマレウス様の玉のようなお姿を拝むという目的があるんだからな。ふん。あ、体を休めて明日に備えよう。おやすみ。セベクのやつ、目的がいつの間にか変わってるんだぞ。ほんとにとんでもないことになっちまったな、子分。エースやデュースたちは今頃どんな夢見てるんだろうな。起きろ、監督生グリム。寝て起きても夢の中って変な感じなんだぞ。よく眠れたか。川で顔を洗ってくるといい。すっきりする。雷鳴山脈の湧き水は年中通して冷たい。茨の谷がある大陸は賢者の島の遥か北にあるからな。冬になれば山沿いはかなり雪が積もる。夢の中とはいえ今が冬でなくて助かった。そろそろこの絵隊が東へ向け移動を開始するそうだ。さっさと身支度を済ませろ。気を引き締めていくぞ。誰に言っている？貴様こそ間抜けを晒すなよ。よし、それじゃ出発するんだぞ。さて、最短で東の砦を目指すなら北東の風なき渓谷を目指すべきだが、劉備岳の麓や海沿いの集落周辺でも鉄の者の姿を見かけたという情報もあります。風なき渓谷を抜ける前に緑ヶ原全域を一度見回ってみるべきかもしれません。ったく、奴ら追い払っても追い払っても湧いてきやがるな。
我ら王宮近衛隊の名にかけて奴らをすべて風なき渓谷の向こうへ、いや、サンゴの海の向こうまで追い払ってやりましょう。そう力むな。風なき渓谷の西側はまだ妖精の領域、本番は紅ヶ原に入ってからなんだからな。はっ、気を引き締めてまいります。うるせえよガキども、俺は仕事中だ。遊び相手を探してるなら他を当たるんだな。違うよ、僕たちもリリア様と一緒に茨の国を守りたいんだ。うん、家族や友達、それに野原城にいるマレノア様のこともマレノア様を守るね。余計な心配だとは思うが、ま、いい心がけだな。俺たちの留守中は任せたぜ。うん。あ、リリア様、このお守りを持って行って、絶対に茨の国を守ってね。まったく面倒くせえガキどもだな。自分の言いたいことだけ言って満足かよ。とはいえいいものが手に入ったな。このお守りとやら上等な魔力が込められてる。まだまだ先は長い。早速活用させてもらうとするか。コブン、俺様腹が減ってきたんだぞ。静かに。何者かの気配を感じる。ほう、よく気づいたな。この匂い間違いなく鉄のものだ。野原城の様子を偵察しに来たってところだろうが、情報を持ち帰らせるわけにはいかねえ。でも彼らを捕らえましょう。おやじ、バンルージュだ。俺の顔に何かついていますか。ああ、目と鼻と口、それから丸い耳が二つ。適任だな。お前、ちょっと行ってこい。行ってこい。で、リリアのやつ、シルバーを蹴飛ばしたんだぞ。バンルージュだ。突然何を。なんだ、今の物音。あ、誰かしゃがみ込んでいるぞ。どうして人間が野原城の近くに。捕らわれていた場所から逃げ出してきたのかもしれない。おい君、大丈夫か。いや、俺は。その顔、どこかで見覚えがあるような。厄介なものを拾ったとばかり思ってたが、掘り出し物だな。意外と使い道がある。よくやったシルバー。お前が敵の注意を引きつけてくれたおかげで簡単に仕事が片付いた。そうですか。浮かねえ顔だな。同族に肩入れしてるのか、それとも。いや、俺は。お前の事情なんざどうでもいい。俺らに同行するってんならしっかり役に立ってもらうぜ。目の前にいるのは間違いなく親父殿だ。しかし、俺の知ってるあの人とは。
町に着いたが、普段と様子が違う気がする。ああ、王宮のこの枝が来てくださったぞ。助かった。これで一安心だ。助かった。おい、何が起きている？え、助けに来てくれたんじゃないですか？どこからか現れた魔獣が食料を食い荒らしているのです。お願いです、追い払ってください。魔獣だと？風の木渓谷から追いやられたのかもしれん。鉄の者どもめ、我らの土地に次々と厄介事を持ち込んできよって、断じて許せん。ひとまず魔獣を追い払わないとな。お前たち、現場に案内しろ。ふう、すべて追い払えたようだな。鉄の者のせいで余計な仕事が増えてしまった。この得体の皆様、ありがとうございます。お食事を用意しました。どうぞ召し上がってください。ちょうど食事を取ろうと思っていたところだ。遠慮なくいただくとしよう。おお、うまそうなサーモンもあるではないか。英気を養うにふさわしい。心ばかりですが、こちらの品もどうぞ。何かのお役に立つかと思います。確かに受け取った。ありがたく使わせてもらうぞ。うん、前方で煙が上がっているな。川沿いをしばらく進んだ先に町がある。住人たちが食事の準備をしているのだろう。なるほど、そう言われてみると香ばしい匂いが。申し訳ありません。他の者たちも腹を空かせる頃合いだ。町に立ち寄るのも手かもしれない。お前はなかなか見どころのあるやつだな。お褒めいただき光栄です。はい、これからも精進いたします。ありがとうございました。この調子で腕を磨けば城の近衛兵に取り立ててもらえるかもしれないか。現役の方々に評価していただけるとは。彼らの期待を裏切るわけにはいかない。近衛兵となってドラコニアご一族にお仕えし、茨の国のため尽力する。うん、理想の将来設計だ。セベク危ない。はっ、僕はセベク、これは夢だ。油断すればより深い眠りに引きずり込まれるぞ。貴様に戒められるとは。この屈辱、すぐに晴らしてみせる。よし、すべて倒したぞ。何か言いたげだな。今回は僕に落ち度がある。文句があるなら言ってみろ。いや、もしかしたら俺もこのまま夢の中にいたいと願う瞬間が来るかもしれない。その時はお前が俺を正してくれるか。わざわざ頼まれずとも、僕は普段から貴様のふぬけた言動を諭している。ああ、そうだな。今後もその調子で頼む。まっすぐ北東に向かえば風なき渓谷までは半日ってところだが、やっぱりな。早速邪魔が入ってきやがった。昨日はよくも我らの野営地で好き勝手してくれたな。手ぶらで逃げ帰るわけにはいかない。そ
こうなれば遍歴卿に何をされるか。いいじゃねえか、たっぷりお仕置きをしてもらえよ。なめた口を覚悟しろ、万ルージュ。昨晩見逃してやったというのに、再び戦いを仕掛けてきたのは貴様らだろう。待ってください、彼らはもう降伏している。これ以上は。あなた様は我々を助けに来てくださったんですね。人違いか。バカ、あの方がこんなところにいるはずがないだろう。だが、確かに似ている。何をごちゃごちゃと。さっさと風なき渓谷の向こうへ帰るがいい。彼らは誰と俺を間違えていたんだ。ここは妖精族の集落のようだな。随分と荒れている。誰も住んでいないのか。いや、あそこに女性が立っているぞ。ひどい、畑がめちゃくちゃだわ。せっかくうちの人が耕したのに。あの人だけじゃなく思い出まで踏みにじるなんて、鉄の者たち絶対に許せない。もしかして泣いているのか。なんだい、見せ物じゃないよ。あんたらのその丸い耳、鉄の者の仲間かい。いや、俺たちは。俺の連れだ。連中と一緒にしてやるな。あなたは右大将殿、どうか鉄の者たちを懲らしめてください。あいつらのせいで畑も私の家族も。俺がこいつを振るうのは、俺を拾ってくれたマレフィシア様、そしてマレノア様のため。あんたの気を晴らすためには震えない。勝手に気持ちを託されても困る。だがあいつらが気に入らないってのは同感だ。あんたに言われるまでもなくぶっ潰してやるさ。ありがとうございます、ありがとうございます。せめてものお礼です。この木の実をどうぞ。この淀んだ気配は奴らだな。何度倒しても証拠りもなく現れる。何度現れようと俺たちの道を阻むなら切り捨てるまでだ。ふん、貴様に言われるまでもない。さっさと蹴散らすぞ。よし、すべて倒したな。しかし、こいつらはなぜ僕たちの邪魔をするんだ。俺たちをより深い眠りに引きずり込もうとしているのだろう。貴様の言う通りだとすれば、闇を操っているのはもしや。いや、ここで議論していても意味はない。あいつらが現れたら倒す。今はただそれだけ分かっていれば十分だ。大きな町だが人々に活気がある。ああ、物々しさのかけらもない平和そのものといった様子だが。当然さ、この町はドラコニアの庇護を受けているんだからね。その通り、たとえ鉄の者が来ても何も恐れることはない。この土地は特別なのだ。ドラコニアの庇護、なんと素晴らしい響きだ。この国の連中はドラコニアを何だと思ってるんだか。
化け物みてえに強いだけで、中身はそこらの妖精。俺らと何も変わらないってのに。ヴァン・ルージュ殿。ま、この土地が特別っていうのは嘘じゃない。ついてきな。これは湧き水ですか？おう、冷たくてうまいぜ。飲んでみろ。わかりました。この水、まろやかで喉越しがすっきりしてて、めちゃめちゃうまいんだぞ。疲れが取れるだろう。さ、休憩も済んだことだし、先に進むぞ。水音が聞こえる。川で魚が跳ねているのだろうか。いや、あれは。へえ、冷たい。洗濯するのも一苦労だな。できれば水浴びしたいけど、こうも冷たいと川に入る気にはなれないぜ。あいつら、また川の水を汚しているのか。許せん。今すぐに追い払ってやる。ああ、もう二度と川に近寄る気にならないように、ちょっと脅かしてやるとしよう。このままじゃやられる。でも洗濯物が。そんなのどうでもいい。早く逃げろ。リリア様、奴らを捕らえなくてよかったのですか？ああ、川に近づくと危ないって噂を広めてもらう必要があるからな。これに懲りて、少しはおとなしくなってくれるといいんだが。鉄の者たちに改心を期待するだけ無駄というもの。見つけたらまた懲らしめてやりましょう。くせ者！鉄の者が現れたのではないかと過剰に反応してしまった。この程度も瞬時に判断できないとは。実戦経験の少なさを嫌でも痛感させられる。交代の時間だ。バウル様、では後の見張りはお任せします。待て。はい、何でしょうか？空腹だと寝つけないだろ。これでも食っておけ。これはサーモンの燻製？ ありがとうございます。サーモンは好物なんです。特に母が作ってくれるカルパッチョが絶品で。すみません、余計な話を。カルパッチョなる料理がなんだかわからんが、私もサーモンは好きだ。蒸し焼きにしたものが特に。そうでしたか。それはなんとも奇遇ですね。前方に魔獣の姿が見えます。その場にとどまっているようだが、一体何を。あいつらの縄張りかもな。どの道俺らの通り道だ。どいてもらうとしよう。逃げていった。俺たちが立ち去ったら戻ってくるだろうか。あそこに見えるのは鎧に動物を模した仮面。茨の国の使節団のものだ。だいぶ傷だらけだな。鎧の持ち主がもうこの世にいねえのは間違いないだろう。そばに何か落ちているようですが。ああ、これは使えそうだ。こいつの無念ごと拾って持っていくとするか。夜の祝福あれ。
水音が聞こえてきましたね。確かこの辺りには川が流れていたはず。茨の国の地形に随分と詳しいみたいだな。はい。この国の歴史について学ぶに際し、地図もしっかり頭に入れました。お前みたいなやつが連中の仲間にいたら厄介だ。そう考えると、我々に同行させた右大将殿の判断は正しかったのかもしれない。たとえ僕が鉄の者たちに保護されていたとしても、茨の国の土地を荒らす者どもには組みしません。絶対に。その言葉、決してたがえるなよ。この辺りは鉄の者どもが幅を利かせてる。どこに潜んでいても不思議はねえ。気を引き締めろよ。鉄の者なんか俺様の敵じゃねえ。いくらでもかかって。おい、今のでかいくしゃみはお前か？俺じゃない。藪の向こうから聞こえてきたぞ。藪の向こうだって？賊が入り込んできたのかもしれない。探せ。ち、行ったそばからヘマしやがって。そこの草の先っちょが俺様の鼻に当たったせいなんだぞ。ひとまず黙れ。仲間を呼ばれたら厄介だ。さっさとあいつらを捕まえろ。セベクと周辺を見てきましたが、他の鉄の者に気づかれた様子はありません。不幸中の幸いだったな。警戒が強まったらこの先に進みづらくなる。というわけだ。お前らこの先は無駄口を控えろよ。重要な話でも大声は出すな。わかったんだぞ。こいつらを連れてきたのは失敗だったかもしれねえな。風なき渓谷が見えてきた。確か渓谷から東は鉄の者の領土でしたね。違う。決して奴らの領土ではない。この大陸はすべて我々妖精のものである。奴らが勝手に住み着き、勝手に縄張りにしているだけだ。よく覚えておけ。失礼いたしました。声を落とせ。奴らの鉄火の音がする。レイヤ様って可愛いよな。むさ苦しい砦に咲く一輪の花。本当本当、あのヘンリク教の妹っていうのは信じられないぜ。俺たちにも優しく声をかけてくれるし。でもよ、噂じゃ夜明けの騎士と恋仲らしいぜ。げ、よりにもよってあいつかよ。勝ち目ねえ。ほう、最強と名高い夜明けの騎士に恋人がいるとは知らなかったな。あくまで噂だぞ。でもまあ悔しいけど男から見てもかっこいいしな、あいつ。髪の毛もサラサラで羨ましい。レイヤ様が惚れちゃうのもわからなくはない。へえ、いつも兜に隠れてる夜明けの騎士の面、俺も一度拝んでみたいもんだな。確かにあいつあんまり兜取らないもんな。妖精！楽しいおしゃべりはここまでだ。喉もかかれ！風なき渓谷周辺にたむろしている銀のフクロウどもに合流されると厄介ですね。ああ、早いところ奴らを追うぞ。まあ、まだ着かないのか。
さすがの俺様も疲れてきたんだぞ。おい子分、俺様おんぶしろ。なん、親分の言うことが聞けないっていうのか。うるさいぞ魔獣め。そこの人間もしっかり面倒を見ておけ。お前も十分騒がしいぞ。もっと精霊を落としたらどうだ。それはお前もだろバウル。全員まとめておとなしくしろ。シルバーは極端に口数が少ないってのに、どんな親が育てたらこんな物静かに育つんだか。俺は明るく賑やかな父に育てられました。厳しくも優しい自慢の父です。へえ、親が騒がしくても子が静かに育つ場合もあるのか。そいつはちょっと意外な話だ。この採掘場と火事場を抑えれば奴らを弱体化できるはずだ。全員配置につけ。はい。鉄の者たちが火事場を取り囲んでいる。魔石器の製造阻止を目論んでいるのか。そいつは困る。じゃあ俺らも奴らの思惑を阻止するとするか。お前ら存分に暴れてこい。採掘場と火事場を壊すんじゃねえぞ。今回は敵の数が多かったですね。それだけこの場所が重要視されていたということでしょうか。ああ、以前から連中はこの一帯で取れる上質なミスティウムに目をつけていたようだからな。俺らを弱体化させるって話も嘘じゃねえだろうな。この鉱山自体が目的だったに違いない。まったく強欲な奴らめ。これに懲りて少しはおとなしくなればいいんだ。あんたらが来てくれて助かったぜ。俺らは魔石器を作るのは得意だが、使うのは専門外だからな。奴らを追い払ってくれた礼にこいつを持ってってくれ。今朝仕上げたばかりの自信作だ。おお、なんと素晴らしい魔石器だろう。見た目も美しい。こいつは確かに役に立ちそうだ。ありがたく使わせてもらうぜ。狭い岩の間を雷鳴山脈から吹き下ろす強い風が通り抜けてた、歩くにも一苦労だな。この風がある限り投石や矢での攻撃はまず見当違いの方へ飛んでいっちまう。魔法はその限りじゃないかな。要塞にとってこの渓谷は自然の要塞だ。何か巨大なものが来る。なんだあれは。岩のゴーレムか。いや違う。この鉄道の村の匂いは。総員構えろ。来るぞ。くたばれ。鉄の化け物め。大破！なんて奴らだ。生身で鉄の掘削機を破壊してくるなんて。掘削機なしに勝てるわけがない。退却！退却！
何なのだあの鉄のゴーレムは。この装甲車、ショベルカーのような装備がついている。鉄の者たちはこれを装甲掘削機と呼んでいたな。ということはおそらく土木作業用の機械だろう。ふむ、そういや麓の町の工事現場で似たようなのを見たことある気がするんだぞ。土を掘り返すためのからくりということか。面用な奴ら、いつの間にこんなものを。ほんの20年前は木の隙で土を掘ってたってのに、こんなので山を掘られたんじゃあっという間に雷鳴山脈が丸裸にされちまう。ひとまずマレノア様に報告しておこう。伝令、ひとっ飛び行ってきてくれ。全身ひでえ鉄と油の匂いだ。水浴びしねえとやってられないな。え、渓谷を抜けたら小さな湖がある。今日はそこで野営としよう。ああ、食った食った。リリアのやつ、湖で捕まえたカエルを食おうとしてたからびっくりしたんだぞ。慌てて魚を捕まえてきて事なきを得たが、お前たち知らねえのか、あのカエルには毒がないんだぜ。いえ、毒とかそういう問題では。あの、おや、バンルージュ殿、少し質問をいいでしょうか。あ、何だ。鉄の者や近衛兵がたびたび口にするヘンリクや夜明けの騎士とは何者なんですか。ふん、奴らトス国ではさほど名を知られていないのか。ヘンリクは銀のフクロウの狩猟をやってる人間の男だ。強欲で下品で樽みたいにでかい。奴はいつも東の砦でふんぞり返ってて、めったに出てこないが、昔一度だけ要求書を持って野原城に訪れたことがあった。マレノア様は一切取り合わなかったんだがな。茨の国を害する行為を繰り返しているくせに要求書だと、なんとずうずうしい。で、夜明けの騎士ってのは銀のフクロウの警備隊隊長だ。銀のフクロウは魔法石や金属を求めて危険な場所にも潜り込む。例えば俺たちみたいな賊がはびこる風なき渓谷の西側や雷鳴山脈の魔獣の巣とかな。だから荒事専門の腕利き警備兵を雇ってるってわけだ。その中でも夜明けの騎士ってやつはべらぼうに強い。あなたが強いと言い切ると、この大陸の東端、雷光岬にある砦を守ってる。そこからついた二つ名が夜明けの騎士。奴は剣の達人で、あいつに乗された仲間は数知れず。怖いもの知らずの夜の眷属も、白く輝く鎧と金の髪を見れば耳を伏せて逃げ出す始末だ。ヘンリクが野原城を訪れた時に一緒にいたから姿は見かけたが、鉄面をかぶってたから面は拝んでねえな。噂じゃとんでもない美形らしいぜ。昼の眷属に美しさを贈られたとか。へえ、金の髪で美しい顔か。ビルみてえな感じかもしれねえな。ふん、美しさなど騎士に必要なのは強さのみ。そして強さに関して、この国で右大将リリア様の右に出る者がいるはずがない。当然だと言いたいところだが、俺も奴とやり合ったことはないからな。
奴は普段東の砦を守ってて、滅多に渓谷の西には現れない。一度お相手願いたいと思っているんだが。つまり東の砦に行けば夜明けの騎士と一戦交えることになる可能性もあると。そういうことだ。最初にマレノア様の書状を持って砦に向かったレバーンも奴と鉢合ったんじゃねえかって噂されてる。レバーンってやつもリリアの話に出てくるよな。そいつ何者なんだぞ。龍眼光レバーン、この国の外交任務の要だった男の名前だ。レバーンはマレノア様の目であり手足であり夫でもあった。行方知れずになったという使節団を率いていたのはまさか。そう、レバーンだった。奴は貴族だったし、特使としてこれ以上ない男だったからな。すぐに戻ると嫁と卵を残して野原城を飛び立ったっきり。本当にどこをほっつき歩いてるんだか。あいつがいない間、誰が姫と卵の面倒を見なきゃいけなくなると思ってんだ。今回の遠征であいつの行方の手がかりをつかんで姫に持ち帰ってやりたいところなんだがな。泣き出したんだおめえ。これが涙せずにいられるか。残された卵様と姫様とリリア様のお気持ちを考えたらあんまりです。あんまりすぎます。こんな時代だ、よくあることだろう。そのうちひょっこり帰ってくるかもしれねえし、だからそれまで俺は命に代えても姫と卵を守らなきゃならねえ。約束したからな、あいつと。親父殿。おい、だからその親父ってのをやめろ。俺はまだ300歳になったばかりだぞ。あ、申し訳ありません。つい長話が過ぎた。お前たちを見てると昔を思い出していけねえな。俺はもう寝る。お前らもさっさと寝ろ。おやすみなさい。そろそろ泣き止め、セベク。悲しいのはわかるが、目が腫れて明日に響くぞ。これは悲しみの涙ではない、怒りだ。人間さえ、銀のフクロウさえいなければ若様のお父上は、僕たちの知っている若様にご両親はいない。今ここではご存命であるマレノア様もだ。故若様はご両親を失わねばならなかったのだ。答えろシルバー。俺に当たるな。僕はもう傍観しているだけなど耐えられない。若様のためにもリリア様と共に命を落としてマレノア様をお守りしなくては。セベク、何度も言うが、これは夢だ。ここで何かを成してもそれは幻で、現実は変わらない。ならば、現実に戻らなければよいのではないか。おめえ何言ってんだ。俺様たち、夢から覚めるためにここに来たんだぞ。現実に戻らなければ、これから夢の中でお生まれになる若様はお母上と共に暮らせる。
夢の中ならお前もリリア様と共に生きていけるのだ。これ以上があるか。それは、いや、しかし、黒いぐじゅぐじゅしたやつが湧き出てきたんだぞ。闇、セベクの患者を嗅ぎつけてより深い眠りに落とそうと現れたか。セベク、武器を取れ。闇に取り込まれるな。このまま夢の中にいれば若様は。セベク、あいつ闇に取り込まれちまった。今ならまだ引き戻せる。監督生グリム、力を貸してくれ。たく、世話がかかるやつなんだぞ。次から次へと湧いてく。このままではシルバー、おめえの服の中なんか光ってるんだぞ。この光は親父殿にもらった指輪。闇のやつらその光にビビってるみてえだ。指輪の光に触れている部分から力がみなぎってくる。なんだこの指輪は。なんだって、早くあいつらを追っ払うんだぞ。ああ、光よ、闇を追い払え。捕まってたセベクが出てきたんだぞ。セベク、無事か。僕は嫁の中にずっといたいってダダこねて闇にぐるぐる巻きにされてたんだぞ。そうか、僕はセベク、確かにお前の言う通り、このまま夢の中にいれば辛い思いをせずに済むだろう。でもそれでも俺たちはこの夢から脱出しなくてはいけないんだ。眠らされている学友たちの未来はどうなる。お前の帰りを待つ家族はどうなる。そして何より、たった一人孤独に夢の世界を紡ぎ続けるマレウス様はどうなる。だがリリア様はこの眠りから覚めれば。そうだとしても、親父殿なら絶対に今のマレウス様をいさめるだろう。それはきっとそうだろうな。進化の役目はただ王を肯定し従うことだけではない。時にはいさめることも大切だ。お前も同じことを親父殿に教わったはず。違うか。お前の言う通りだシルバ。僕はずっと迷っていた。若様に逆らってしまったことを。怒りと悲しみを込めて僕を睨んだ若様の瞳が目に焼き付いて離れない。まだ迷いはある。若様の幸せを考えればこのままでいる方が良いのかもしれないと。だが僕は、僕の夢は、願いは、若様にとって誰より良き進化となること。この夢はここでは叶えられない。僕が命を懸けてお仕えしたいのも
尊敬しているのも現実の若様ただお一人。ご両親がいらっしゃらない孤独に耐え、リリア様と共に歩み、ガーゴイルがお好きで、廃墟がお好きで、評価がお好きで、茨の谷の次期当主でありながら、民草と共に制服に身を包み、ナイト・レイブン・カレッジに通っていらっしゃる現実の若様、ただお一人なのだ。だからもう夢にふけることはしない。必ず現実の若様のもとへ馳せ参じてみせる。僕はもう二度と迷わないぞ。分かったか、シルバー。お前らしいな。その言葉たがえるなよ。お前に言われずとも。やれやれ、セベクのやつようやく大声出す元気が出てきたみてえだな。情けないところを見せたな、魔獣、いやグリム、それから監督生も。迷惑をかけてすまなかった。な、おめえが謝るなんて空から槍でも降ってきそうなんだぞ。では僕はもう休む。お前たちも早く寝ろ。おやすみ。夜中にでけえ声出すんじゃねえんだぞ。おやすみ。あいつなりの照れ隠しと感謝だろう。誤解されやすいが、本当は情に熱い男だ。これからも仲良くしてやってほしい。それはあいつの態度次第なんだぞ。いっぱい歩いていっぱい戦ってもうクタクタだ。俺様も寝る。おやすみなんだぞ。ああ、おやすみ。俺もセベクの言葉に一瞬だけ心が揺らいでしまった。このまま夢の中にいれば親父殿もマレウス様もと。大丈夫だ、分かっている。もし俺が夢にすがり闇に飲み込まれそうになったら、監督生、どうか俺を止めてほしい。ありがとう。晴れた日の夜は冷える。暖かくして寝るといい。おやすみ。そろそろ出発するぞ。支度を急げ。うわ、おはようございます。貴様、目が腫れているぞ。虫にでも刺されたか。いえ、お気になさらず。ただのむくみですので。そうか、ならばいい。病の者を連れて行くわけにはいかんからな。さて、いよいよ銀のフクロウどもの縄張りに踏み込むぞ。紅ヶ原を川沿いに東へ。それが砦への最短経路ですが、平地で隠すものも少ないですし、銀のフクロウとの遭遇率が高くなりそうですね。ここから少し北に行ったところにミスティウムを鍛える火事場があります。ここで一度我々の魔石器を手入れしておくのも良いかと。行方不明者を探すなら
劉備岳をぐるりと見回っていくルートもありだ。紅ヶ原に行方不明者捜索に向かった茨の国の奴らと銀のフクロウの鉢合わせとみたいだ。この辺りは連中の縄張り。しかも手を貸してやるとするか。賊どもめ、我らの領地から出ていけ。随分と苦戦しているみたいじゃねえか。右大将殿、この窮地に姿を現してくださるとは、我の和様のドラコニア一族のご加護に違いない。うわぁ、なんだ、賊どもが急に勢いづいた。奴らの大将か。敵の士気が上がると厄介だ。まずはあいつを捕らえろ。この俺を狙うとはな、ちまちまやり合うのも面道だ。全員まとめてかかってこい。こいつの動き、すばしっこくて目で追えない。これ以上やり合うのは危険だ。総員撤退。おうおう、逃げ足だけは立派だな。右大将殿、お手を煩わせて申し訳ありません。町に戻る途中で敵に見つかってしまい。気にすんな、たまたま通りがかっただけだ。負傷者を連れてるんだろ。さっさと行け。かたじけない。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。前方に煙が見えますね。焚き火でしょうか。どうやら鉄の者たちが野営の準備をしているようだな。寝床だけでなく飯の準備までしてくれているとは、丁重なもてなし、ありがたいこったぜ。右大将殿、飯にありつけるのか。仕方ない、俺様も本気を出してやるんだぞ。いい心がけだ。さあお前ら、もう一仕事と行こうじゃねえか。しゃあ、バウル様、お食事の用意ができました。貴様らの作った料理は好まん。私に構うな。一度食ったら二度も三度も同じだろ、バウル。こんな状況で贅沢言ってんじゃねえ。贅沢など、右大将殿がいろいろと無頓着すぎるのです。たく、育ちがいいやつってのはこれだから。教授で腹が膨れるかよ。マレノア様にも食事に関していろいろ言われるんだよな。あの時もせっかく俺が用意した飯にケチつけてきて。それはもしや、ヴァン・ルージュ殿が料理を振る舞われたのですか。はあ、俺が料理なんかするわけねえだろ。え、なんだその驚きようは。そのままでも食えるもんに手間暇かけても意味ねえだろうが。だがマレノア様と来たら、干した肉は硬いだのしょっぱいだの文句ばかり言いやがる。結局あの時はレバーンのやつが鍋やらなんやらを召喚してスープを仕上げてくれたんだっけな。やっぱりお前だけが頼りだよなんて当てつけみたいにレバンを褒めちぎって、ああいうとこで差をつけられたのかもな。食料を持参してたのは俺だったのに。マレノア様が干し肉を口にされた。それは一体どういう状況で。おてんば姫の気まぐれに巻き込まれて森で迷子になった挙句に野宿する羽目になったことがある。マレノア様とレバーンと俺がまだ飛行術もおぼつかなかったガキの頃だ。霧が立ち込めた暗夜の森は辺り一面真っ白で、回廊にもどっちが白かもわからなかった。
あの時のレバーンの情けない面ときたら忘れたくても忘れられねえ。マレノア様はピンピンしてた。物珍しさもあったか、むしろ楽しんでる様子でな。こっちは歩き回ってクタクタなのに、眠れない頃って明け方までおしゃべりに付き合わされて、これからもずっと俺はあのお姫様に振り回されて生きていくしかねえんだろうな。その後はどうやって城に戻られたのですか？日が昇ってすぐに当時の近衛兵長が迎えに来た。言い出すっぺはマレノア様だったのに、なぜか俺が大目玉を食らって。あの方に付き合ってるとろくなことがねえ。やれやれだ。この匂いは、近くで銀の袋と俺たちとは別の妖精が派手にやり合ったようだな。森の方から誰か来ます。お前は3ヶ月前に旅立った調査団の団長ではないか。よくぞよくぞ戻った。他の者はどうした？まだ近くにいるのか？そうか。これは他の団員が使っていた魔石器と傷を癒す魔法薬か。ありがたくいただこう。野原城まで送ってやれなくて悪いが、風なき渓谷は目の前だ。気をつけて帰れ。あ、夜の祝福あれ。おっと、お前ら前を見てみろ。あの荷馬車と鉄のゴーレムは銀のフクロウの一団。随分とノロノロ歩いてやがるな。たっぷり土産を運んでるに違いない。まだ俺たちには気づいてないようだ。好機だ。行くぞ。見ろ、尻尾を巻いて逃げていくぞ。さーて、お宝拝見といくか。魔法石と食い物、それからミスティウムでできた鎧だ。茨の国の門が入ってる。くぬぬ、許せん、鉄の者どもめ。監督さん、大丈夫か？だいぶ疲れた顔をしている。ふむ、俺様もヘトヘトなんだぞ。ふん、鍛え方が足りん。だが他の者にも疲れが見える。バンルージュ殿に休息を進言しよう。森林を荒らしているという妖精だな。砦に行かせはしないぞ。違う、俺たちは話の通じる相手ではなさそうだ。眠ってもらおう。ふん、たわいもない。お前たち、怪我はないか？うん、大丈夫なんだぞ。へえ、あのでかい方の人間、いい動きをするようになってきたじゃねえか。まあば、我が国最強たる右大将殿が目の前で手本を見せてくださっているのです。成長は当然かと。でもあの戦い方、俺というよりお前を手本にしているように見えるがな。知ってるんだぜ、後ろをちょろちょろついて回るセベクをお前が気にかけてやってることは。
何をおっしゃいます。あれは他の近衛兵の邪魔にならないよう見張っているだけで、私が人間を気にかけるなどありえません。はいはい、そういうことにしておいてやるよ。ベニガハラも半分を近くに川がある。ここらで少し休んで腹ごしらえしていくとするか。水辺だというのに水の妖精一匹いません。調査団の報告によると、この近くに鉄の者たちが作った製鉄所があるらしい。川が汚されて住めなくなったんだろうよ。ほら、新規癖かをしてねえで、とっとと飯の用意をしろ。あ、はい。ここまで来て、レバーンの手がかりは一つもなしか。考えるのはよそう。今は書状を届けて、野原城に戻ることが第一だ。ほな、あそこに黒いやつらがいるんだぞ。俺たちで対処する。監督さん、俺の後ろに。行けるか、セベク。当然だ。ここで足止めを食っている暇はない。早急に対処する。俺様の敵じゃないんだぞ。この程度で得意げになるな。早くリリア様たちの元に戻るぞ。ああ、彼らとはぐれるわけにはいかない。監督生、グリム、急ごう。敵の砦が見えてきた。この辺りで腹ごしらえしておくか。わかりました。では準備をいたします。あそこの木の枝にうまそうな果物が見えるんだぞ。数も多いし、ちょうど食べ頃のようだ。しかし、随分と高い位置に実っているな。どうやって収穫するべきか。魔法で取るにしても、途中で落としたりしたら敵に蹴取られかねない。鉄の者たちに見つかったら厄介だ。おとなしく諦めろ、グリム。果物も食べたいんだぞ。騒ぐな、ガキども。学校で魔法を習ってるってのに、その程度のコントロールもできねえとはな。情けない話だ。そうおっしゃいますが、周辺には枝葉も多く、物音を立てずに持ってくるなんてとても。しょうがねえ、俺が手本を見せてやる。危険です。ここは連中の拠点のすぐ近く。いくらリリア様でも。心配するな。俺が狙いを外したのはたったの一度きりだけだからな。おお、果物が俺様のところまで運ばれてきたんだぞ。物音を立てることなく一瞬で。お見事です、リリア様。これほどの実力をお持ちでも狙いを外すことがあるとは。一体何がお目当てだったのですか。さて、何だったかな。リリアが取ってくれた果物、甘くてうまいんだぞ。急がねえとグリムに全部食われちまうぞ。ほらよ、お前の分だ。はい、ありがとうございます。この先に廃村がある。残ってる小屋で休むとするか。雨風ぐらいはしのげるだろうよ。廃村？まさか鉄の者に滅ぼされたのですか。ちげえよ、早とちりすんな。主に近くの鉱山で働いてた奴らが住んでたんだが、ミスティウムをあらかと掘り尽くしちまって閉山。
住人どもが出て行ったってだけの話だ。なるほど、そうでしたか。この足跡は鉄のものに間違いない。村の跡地に向かって伸びている。相変わらず数だけは多そうだ。連中も同じ発想か。先を越されたのは尺だが、野営の準備を済ませてもらったと思うとするか。さて、今日はこれが最後の仕事だ。行くぞお前ら。どこもかしこもボロボロだが、この家は割といい状態だ。今晩の宿は決まりだな。奥の部屋に置いてあるのは糸車。鉱山の採掘とは別に家でも働いていたのだろうか。下手にいろいろ触るなよ。元は妖精族の家。何かしらの魔法がかかっていても不思議じゃねえ。しかし随分と埃っぽいな。少しだけ片付けるか。床に人形が落ちている。動物が鎧を着ているのか。なかなか凛々しい顔をしている。壁の柱を見ろ。年齢ごとに背丈が記してある。子供のいる家庭だったようだ。子供がいるとこんなにとっ散らかるのかよ。バンルージュ殿は綺麗好きなのですか。いや、第一俺は散らかすほど物を持ってない。だがマレノア様の卵が帰ったら、なんだかんだで俺が子守を押し付けられるに決まってる。そいつが散らかした後は俺が片付けをさせられるわけだろ。考えただけでも気が重いぜ。そもそも俺は子供が嫌いなんだよ。うるせえし勝手だしすぐ泣くし、何より弱い。ちょっとしたことでへばっちまうような生き物の面倒を見るなんざ寒気がするね。何かしらのきっかけがあればお考えが変わるかもしれません。その例えば家族が増えるとか。家族だ。この先も所帯を持つつもりはねえよ。これまでもこれからも俺は。なんだかどっと疲れたな。俺はもう寝る。では私が見張りに立ちましょう。お前たちも無駄話はそこそこで切り上げるように。セベク、お前の心遣いに感謝する。貴様に礼を言われる筋合いはない。僕はただ事実を述べただけだ。巡回完了。今のところ異常はありません。ご苦労。引き続き警備を続けろ。決して賊どもの侵入を許さないように。はっ。目に見えて警戒が強まってきたな。鉄の者がうちゃうちゃ嫌がる。もうとっくに敵の懐に入り込んでるんだ。気を抜くなよ。はい。その面構え、口だけってわけじゃなさそうだな。よし行くぞ。目的地まであと少しだ。妖精だ。妖精が出たぞ。捕まえろ。やつらいつの間に我らの背後に陣取ったんだ。バウル様、前方にも銀のフクロウの影が。ちっ、挟み撃ちか。二手に分かれて格好撃かだ。はっ、監督生とグリム、そこの岩の影。はあ！全部片付けたか。はい、今のが
最後の一騎だったよ。です。お前もう立ってるのがやっとじゃねえか。ここらが潮時だ。悪いことは言わねえ。もう自分たちの国へ帰れ。お前らならこの先にある人間の港町に助けを求めれば保護してもらえるだろう。いいえ、いいえ、絶対に帰りません。これは俺たちの問題だ。関係ないお前らがこれ以上付き合う義理はねえ。関係あります。だって俺はあなたの。俺の。むす。とにかくその皆さんの力になりたいので。会ったばっかりの妖精相手に本当に変な人間だな。そこまで言うならもう止めない。好きにしろ。はい、好きにします。あそこに見えるのは港町か。あれは人間どもが築いた町だ。なんと忌々しい。そこの道行く旦那様方、珍しい香辛料や香油はいかがです？バラの王国からの輸入品でさ、お土産にきっと喜ばれますよ。人間の物売りか。化け物、化け物だ。誰かお助け。な、化け物だと。どうした、何の騒ぎだ。貴様らは茨の国の奴らがわしの売り物を奪おうとしてきたんです。その男は嘘を言っている。僕たちは何も奪おうとなどしていない。信じられるか。お前たちがどれだけ我々の採掘したものを横から奪ってきたと思っている。その盗っとたけだけしい物言い、もう許さん。そこへ直れ。店の売り物をすべて差し上げますから、どうか見逃してください。そんなものより我らを侮辱したことを謝罪してもらおうか。侮辱の慰謝料としてもらっときゃいいじゃねえか。しかしこんなところで油を売ってる暇はねえ。それになんだか嫌な予感がする。こんな砦の近くで大騒ぎしたのに、夜明けの騎士が顔を見せやがらねえ。な、確かに。さっさと書状を届けて野原城に戻るぞ。ち、お心の広い右大将殿に感謝し、猛省するがいい、人間。ははかつてはここでミスティウムが採掘されていた。閉山されてからもう何年も経っている。さすがにこの辺りには鉄の物の姿はありませんね。ああ、とはいえ油断するなよ。鉱山の跡地に化け物が救ってる可能性もある。鉱山、化け物、入学したばかりの頃を思い出すんだぞ。あの時は古文とエースとデュースのやつと、鼻がムズムズする。これを使え。貴様はハンカチもすぐに出せないのか。おい、大声は出さずに済んだんだぞ。ほい、ハンカチ。よだれがついたままよこすな。綺麗に洗って丁寧にシワを伸ばした上で畳んで返すのが常識だろう。細かいやつなんだぞ。洗って返すも何も、これって夢だろ。目が覚めたら意味ないじゃねえか。気持ちの問題だ。おい監督生、このハンカチは貴様が持っておけ。閉山してしばらく経つっていうのに
ちょっとしたことで粉塵が舞うもんだな。めぼしいものも見当たらねえし、ここに長居する理由もない。移動するぞ。前方に砦が見えてきました。ち、手前の道をしっかり封鎖してやがる。連中に開けてもらうとするか。おいお前、見張りに立っている奴に書状を持ってきたって声をかけてこい。はっ、わかりま、待て、お前じゃない。俺はシルバーに頼んだんだよ。敵地、至急応援頼む。シルバーを生かせて穏便に話をつけるはずが、あいつ勘違いして先走りやがって。こうなっちまったからには仕方ねえ。応援が来る前に片付けるぞ。俺たちは長官の命令で見張りに立っていただけだ。そうだ、頼む、見逃してくれ。お前らの言い分など知るか。目障りだ、とっとと失せろ。かえって余計な仕事を増やしちまった。連中の仲間が来る前に砦に急ぐぞ。はい。ついにたどり着いたぞ。ここが銀のフクロウの本拠地か。キョロキョロするな。私たちは茨の国からの要求書を届けに来た施設だ。臆せず堂々としていればいい。妙です。砦の外にあれだけいた鉄の者が一人もいない。まさか。何、砦の扉が一人でに。この足音、総員構えろ。動けたのか。よくもリリア様を。はあ、そんな、しっかりしてください。どかえ人間、右大将殿、この魔法薬を。あなたといえど、この傷ではどうしてこのようなことを。俺が知りてえよ。クソ、シルバーがやられると思ったら勝手に体が動いてた。何よバカな。あなたの忠誠は、命は丸縄様に捧げられたはず。なのにどうして、なぜよりによって脆弱な人間をかばって。まったくだ、俺らしくもねえ。ダンルージ殿。いいか小僧ども、勝ったと思った瞬間が一番の好きだ、覚えとけ。はい。情けねえ面すんじゃねえ。
薬は飲んだ。しばらく休めや動けるようになる。ああ、夢の中でもあなたはやはり俺の。なんだと、ヘンリクも夜明けの騎士もこの砦にいない。まずいな、これは。伝令、戻ったか。なんてことだ。右大将殿、申し上げます。野原城がヘンリクと夜明けの騎士率いる銀のフクロウどもに包囲されております。